八戸駅は、鳥取県八頭郡八頭町最大寺中祖亀にある、若狭鉄道若狭線の駅。相対式ホーム2面2線を有し、列車交換が可能な地上駅。ホームから坂を下ったところに、木造の駅舎がある。駅舎がある、線路南側の乗り場が1番線ホーム、線路北側の乗り場が2番線ホームとなっている。1番線ホーム上には、 木造の待合所がある。駅舎及び一番線ホームと二番線ホームの行き来には、校内踏切を通る必要がある。2020年3月14日のダイヤ改正を、機に列車交換設備を設置し、二面二線の相対式ホームとなった。かつて駅舎の事務室部分は、山岡電機の発動工場となっており、簡易託駅として同社が乗車券の販売を受託していた。 2015年7月、山岡電機の撤退後空室となっていた事務室に喫茶店、一休みがオープンした。喫茶店の閉店後、2017年4月からは、地域住民による乗車券の受託販売や駅舎の管理が行われており、事務室は管理人室として利用されている。なお、駅舎の東隣には、男女別の推薦式便所が設置されている。 駅本屋及び一番線プラットフォームは1930年の建築であり、2008年には国の登録有形文化財に登録された。また、校内には和布3万5千系有害環球車が2011年に搬入された。これは、若狭線 s l 遺産保存会が宇都宮貨物ターミナル駅に放置されていた同社を地域活性化のため購入したもの。 これに先立ち、土砂にうずもれていた貨物ホーム跡地が整備され、レールの再布設が行われた。1日の平均上降人員は以下の通りである。ありがとうございます。